はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。今日は、アンチコメントについて、まあ、反論ではないんですけれども、反論ではないんですが、まあ、よくあるアンチコメントについて、まあ、とりあえず、お伝えさせてもらおうかなというふうな形になりますということになります。で、日本史にしろ、世界史にしろ、すべての歴史の教科書を使った授業にしろということになるんですけれども、アンチコメントでなぜか私のところでよく来るのは、このアンチコメントめっちゃ来ます。はい。反日左翼教育者っていうね。まあ、久しぶりに言われましたよね。久しぶりに言われたっていうか、まあ、大学の頃はあんま言われたことはなかったんで、まあ、右翼ってよく言われたことあるんですけど、まあ、中学高校時代の私を知ってる人はね、超右翼みたいな感じでね、はい。国粋主義者とかわけわかんないことを言われてましたけど、最近この、ね、なんか反日左翼教育者って、いうことになるんです。で、それに対して私は一貫して主張し続けていることは、教科書に沿った通りに授業をしてますっていうふうに言ってます。はい。教科書の沿った通りに、教科書に沿った通りの記述で、教科書に沿った通りで一応授業している。ただもちろん分かりやすく覚えやすくするために、いくつかちょっとは、改変はしてますが、基本的には、まあ、この点を要するに、コメントは正直言うと想定ないです。はい。当然来るだろうなと思ってました。はい。当然来るだろうなというふうに。ですが、ここで皆様ちょっと覚えておいてほしいんですが、アンチコメントする先が間違ってます。はい。アンチコメントする先が間違ってます。はい。はっきり言います。歴史教科書問題の最大にして最悪に厄介なのが何かっていうと、こいつなんですよ。近隣諸国情報っていうのがあります。文部省、1982年か1983年だったと思います。ちょっと忘れましたが、に、韓国と中国側サイドが、歴史問題について、教科書の記述についておかしいんじゃないかということになります。発端は日本の記者クラブかなんか、日本の記者クラブが中国にくっちくった。中国と韓国に、中国だと思うんですよ。韓国じゃなかったと思うんですよ。中国にチクったっていうのが、まあ、発端になります。で、この時中国は確か親中派政権、親日派政権だったんですね。親日派政権なんで、そっちが主流派だったはず。確かに。で、この辺のやつは、歴史問題に関してっていうんで、その時の外交資料とか全部見るとわかるんですが、こんなの10分や20分で語られるような内容じゃないんで、ざっくりとだけ説明しますね。だから事実と違いますよっていうふうな話に関しては、まあ、下の方のコメント欄に書いていただくと、まあ、非常にありがたいなということになります。ちなみにアンチコメントは一切ブロックしませんし、削除もしませんので、皆さん、ご自身の責任でお書きくださいということになります。で、ポイントになってくるのは、この時は確か主流派が親日派だったはずなんですよ、中国が。中国が、親日派政権だったので、どちらかというと、ね、どちらかというと。で、要は歴史教科書について、これは要するに中国に対する配慮が足らんのじゃないか、みたいな感じで言うんですよ。ただ、外交交渉って、実はその外交交渉って基本的に、なんか初めになんか吹っかけるんですよ。なんかどうでもいいことから全部バーンって吹っかけて、で、最後、落としどころのところを小さくするっていうふうな感じで、まあ、大体外交っていうのは進めていくわけなんですね。だから、要は、その国の内情とかのことも考えないといけなくて、要は、反主流派が、おい、こういうとこつつかへんっていうのがある何かみたいな、日本の要するに侵略時代を肯定しとんのかって言われたら、もう中国としては、まあ、中国の外交官とかね、からしたらですね、言わざるを得ないっていうところはあるんですが、それをまあ、日本側政府が飲んじゃったっていうね。はい、わかりました。じゃあ、ね、近隣諸国に対して、我々は、忖度しますって言っちゃったんですよね。で、これが、実は事の発端になってるという感じになります。で、2004年の第2次安倍内閣の時に、この近隣諸国条項、歴史教科書問題の近隣諸国条項については、撤廃を見直すか、撤廃するか見直しするかっていう声明が出されたんですが、まあ以降、ほとんど進展がないという状態になっているというのが、この近隣諸国条項ということになります。で、したがって、日本の歴史教科書っていうのは、そもそも第三国に対して、具体的なことを言うと、中国、韓国、北朝鮮、そしてアメリカ合衆国ですね。っていうこの4つの国ですね。ソ連とかロシアっていうのはあんまり配慮しないんですけど、なんか知らないですけどね。ソ連とかロシアあんまり配慮しないですよね。っていう感じになるんですけど、これもう一回言いますけど、4つの国ですね。もちろん GHQ が教育に関与しましたってことなんで、アメリカ合衆国もそうだし、中国もそうだし、中国と韓国、北朝鮮ですね。この4つということに関しては、要はその歴史教科書についておかしくないですかっていうことを言ってくるんですよね。まあ大体言ってきたりはします。アメリカも最近は言ってこないですけど、アメリカは最近は言ってこないんですけど、いうことになってくる。
で、それに対して、その、日本の要するに、まあ、法律にまではなってないんですが、文部省の、なんか、省令かなんかで決まってるのが、この近隣諸国条項。国際的に見て、近隣諸国に対して、配慮して、教科書、歴史教科書を作りますよ。ということを、まあ、約束してしまっているということになるんですね。したがってですね、歴史教科書を歴史教科書の通りにやった場合ですね、まあ、文部科学省が選定する場合に関しては、当然のことながら、反日的になるし、左翼的になるというのは、もうこれはもう仕方のないことということになります。はい。で、いうことになりますね。したがって、まあ、私はいつも言ってることなんですが、その文句があるんだったら、お前が文部科学大臣やれって言うんですね。お前がやれっていうね。はい。ほんならね、お前がやってみればって話なんです。選挙に出てください。そしたら。はい。いうことになります。で、私何回も言いますが、で、この条項が撤廃されてないということが問題なんです。この条項が撤廃をされてないということは、この条項を支持する人たちがかなりの数がいるということなんです。いいですか？こっからが大事なことですよ。こっからが大事なことなんですよ。つまり、この条項の撤廃を阻止され続けているということ。30何年間か阻止され続けているということになるわけですね。で、阻止されているということは、これを支持する勢力がありますということ。いいですか？この勢力が、支持するという勢力が今も一定数存在するということになります。で、この勢力に対して、要するに私がその、要するに違う要するに授業動画をアップした場合です。それとは要するに、つまり教科書に書かれてないところが、いうことを要するに、これは実際はこうなんだよみたいなことを平気で言ってしまう場合、ここから要するに何らかの要するに力が加わる可能性があるでしょってことです。実際知らないですよ。実際知らないですよ。どういう団体がどういうふうな指示でどういうふうな考え方を持ってるか知らないですけど、知らないですけど、こういうことになるんです。で、皆さん、ここは冷静に大人になって考えてください。私のチャンネル登録者580です。どうやって勝つんですか？どうやって戦うんですか、私。私、経営者一人だけですよ。一人だけですよ。まあ、そこら辺の同じ年代のサラリーマンよりは多少稼いでるかなというふうな自負はありますけども、その、チャンネル登録者580人のたかが1回の塾の経営者ですね。どうやってこの巨大勢力と戦うことができるんですか？少なく見つまっても、どんな小さな団体でも1万人ぐらいいると思うんですけど、1万人ぐらいいると思うんですよ。正直な話言うと。で、その、1万人勢力があって、チャンネル登録者580人の動画、どうやって勝つんですか、皆さん。それをまず聞きたいんですよ。どうやって勝つんですか？桶狭間の戦いで今川義元破った2万5000対2000ですね。これ580でどうやって戦うんですか？はい。いやね、その、言うのはわかるんですよ。こういうところの教育はおかしいんじゃないんですかって言うのはわかる。気持ちはわかる。俺に言うね。気持ちはわかる。しかし、俺にはそんな力はない。ね。それは皆さんがもうチャンネル登録いっぱいしてくれてね。僕の要するに再生動画どんどん再生してくれてね。もうチャンネル登録者が10万人ぐらい行きましたとか、1万人とか10万人とか行きました。100万人行きましたって言ったら、僕はちゃんとやりますよ。自分の年金積み立てますよ。はい。ということです。はい。ということです。戦えへんのかと。戦うわけないやん、俺が。なんでそんなこと戦わなかったんですか、私。はい。まあ、しょうもないとか、しょうもないのめんどくさいね。1円の得にもならんことをね。はい。もうよく聞かれるんですよ。あなたは韓国についてどう思いますかって言って、いや、興味ないですねっていう。はい。アメリカについてどう思われますかって、興味ないですねっていう。興味ないでしょ、みんな。そんな興味あるんすか、みんな。俺絶対ないと思うんですけど、はい。そんななんか、もうアメリカはけしからんとか、韓国はけしからんとか、それよりもジャガイモの値段の方が気になりますんで、私は。はい、ということです。はい。なので、私はこの、何回も言ってますが、大きなことを直す力はありません。はい。大きなことを直す力はありません。で、大きなことをしたいとも思ってません。はい。目の前の子供たちの成績が上がればいいな。ね。子供たちがちょっとでも勉強を、できるようになればいいな。勉強にちょっとでも、考え方変えてやってみたいなと思えばいいな。動画を通じて、なんか知らないけど、ちょっとでもこうなんか勉強したくなったなって思えばいいと思ってます。はい。なので私はこのでかい話に関しては全くもって興味がない。はい。そういう教育者いるんですよ。こういうでっかいこと言う教育者。じゃあね、はっきりはしてもらうんですけどね。中学生、高校生の 30% から 40% が家帰ってね、宿題1分もやってないっていう現状が今この現状であるんですよ、この日本国においては。ね。つまり、5
5人のうち2人が勉強をしていないというのが、この国の今の教育システムなんですよ。ね。ね、全員がある程度勉強するようになる国になりました。じゃあこんな話すりゃいいと思ってるんですよ。全員がね、ちゃんと勉強できる社会構成になって、子供たちがちゃんと勉強してますって言って、ね、給食費は払わねえとかね、食ってるけど給食費は払わねえとかね。そんなんばっかじゃないですか。そんなんばっかじゃないですか。それに行く土壌ないでしょ、今の日本の社会見たときに。だから私はだから、その、先にそっち直してっていう派閥なんで、先にそっちを直してから、そういう話し合いになったらええんちゃうんって話なんですよ。だって、歴史の教科書って何ですかって言ったら、実際まで中国の場所どこかわかりませんとか、韓国の場所どこかわかりませんとか、サウジアラビアの場所どこかわかりませんとか、アメリカの場所どこかわかりませんとか、アメリカって何作ってる国ですかとか、絶対言えないじゃないですか。正直、今の中学生、高校生で、そうじゃないですか。もっと言えば、教えてる側の無知ってめっちゃ多いじゃないですか。大人調べて、100人ぐらい調べてみたらいいんですよ。その有名な国どころを集めて、何パーセント国の位置合うかとかね。いうのやってみたらいいと思うんですけど、ほとんど合わないのが現状なんですよ。だから、私としては、正直な話言ってしまうと、まあ、こんな近隣諸国条項がどうとかは、思う人やってって。選挙出て。出たらいいと思うんですよ。やっぱり、なんですか、歴史教科書をぶっ壊すとか言ってね、その NHK 立花隆さんみたいに立派なことをやられたらいいと思うんですよ。立花隆さんみたいに。で、私は立花隆さんって立派な人じゃないんで。ね。これ、みんな立派な人とか素晴らしい人とか言われる方、非常に多いんですけど、私、興味ないんですよ。ね。興味ないんです。ね。YouTube こそこそやってですね、年金ね、80歳、90歳、年金がどうなるかわからないってことになるから、年金がなくても、その YouTube の収入、副収入が、死ぬまで続くといいなっていう、そういう、こそくなというか、せこい人なんで、せこい人なんですよ。はい。もう俺、な、ね、な、危険地帯に自ら足を踏み込むとか、絶対しない。はい。ちゃんと、ね、何かをディスるとか、何かをこう言うとか、何かに問題提起をするっていうときは、必ず相手の勢力と戦力、もしくは相手の属性等を見て、安全な場所から必ずしもやれるっていうことが、要するに、なんですか、担保されてる場合じゃない限りは、私絶対にやりません。はい。したがって、これ何回言われても私は言います。あなたはどちらを考えることなんですかという質問に対しては、知りません。はい。お答えしません。ね。はい。ことです。はい。まあ、何回も言いますよね。沈黙は金、雄弁は銀だ、みたいなね、感じになるんですけども、私は言いませんということですね。はい。やりたい方は、YouTube で動画上げてください。自分で。はい。自分で上げてください。はい。僕は、何言われても構わないんですけど、強い敵とは戦わない。ね。長いものには巻かれとく。っていうね、はい、感じになるんで、はい。海賊王になりたいとか、YouTube の王になる気ないんで、はい。ね。YouTube からの収益欲しいですよ。YouTube の収益は欲しいです。もちろん。YouTube の収益は欲しいです。ね。だから皆さんチャンネル登録はしてほしいんですよ。再生回数も回してほしいんですよ。でもこんな大きな団体戦えって言われたら、いやみたいな。絶対ありません、みたいな。はい。じゃあ、全然違うこと言いますよ。本人たちも、まあどう思ってるんだって言ったら、それはもちろん相手がね、左翼だったら、まあこう言いますよ。相手が左翼だったら、いやーそうですね。やっぱりこの近隣諸国に対しては、ちょっと配慮しなきゃいけないですね、っていうし、相手が右翼だったらしいですね。日本は美しいって言いますよ。まあ、ぶっちゃけた話を言うと別にどうでもいいと思ってるんで、はい。ね、そんな心の内情まで別に他人に言われる必要性もないし、まあ別になんか思っときゃええんじゃんって個人勝手にっていう人なんで、いうことですね。はい。ということです。はい。なので、皆さん、アンチコメントは非常にありがたく受け止めてます。はい。どっちの意見も別にありがたくは受け止めてますが、世の中には言えることと言えないことがあります。はい。そして、強い敵とは戦いません。はい。もう一回言いますが、強い敵とは戦いません。めんどくさい敵とも戦いません。ただし、やられたらやります。はい。これだけはもうはっきり言います。やられたらやります。はい。ということになりますね。よろしいでしょうか。はい。というわけで皆さんね、よく覚えておいてください。まあ、当然だから何回も言ってるんですけど、僕はやられない限りに関しては基本全部する。はい。で、強い敵とは土下座してても帰ってくるっていう、強い敵とは戦わないっていうね、超腰抜けっていうことになるんで、皆さん覚えておいてくださいね。ね、皆さんもう一回覚えておいてください。正義の味方、ウルトラマンじゃないから。ね、真っ先に避難してるから、俺。はい。真っ先に、お怪人が来たって言ったら、もう一番安全なところに、もう矢印みたいな人生が私のモットーですよね。ね、もう矢印みたいな人生がね、私のモットーでございますので、はい。この辺はもう忖度してください。空気読め。ね、空気読め。ね。
ね、あの中国の人とかね、あの歴史問題が怪しいこととか、第二次世界大戦とか、太平洋戦争とか、ね、こういうなんかややこしい問題とかありますよね。なんかこうどっちかなっていう、こう怪しい問題ありますよね。これどっちに転んでも納得ないよねっていうところです。そういう時は、シューってことになります。はい。ということでよろしいでしょうか。ということで本日のテーマはこちらということでね。右ですか左ですかと言われたときは、YouTube 上で聞かれたときに関しては答えは、シュー。